入表海底火山は、入表島の北北東、約 20km の海底に位置する火山で、気象庁は、入表島北北東海底火山の名称を用いている。1924年10月31日、大阪商船の宮古丸は、台湾、キールン港から那覇へ向かう、途中の入表島北沖で噴火を目撃した。当時の宮古丸船長の加納直市が記録した、 報告書には、午前9時35分に、鳩間水道を石垣島方面へ通過中、前方約1 0トルで海面が変色していた。入表島の明里島から沖に渡って伸びる、大量の軽石が、海中から湧き出しており、海底火山による噴火と断定した。このまま、石垣島へ向かうま東に航行するのは危険と、判断した船長は、北北島へ進路を変更したが、 爆発の勢いは増し、至る場所で濁水と軽石が噴出した。午前11時5分に天候悪化による視界不良により、出航した西表島の中両港へ引き返し、午後1時に無事、帰港した。帰港直後、船長は沖縄県庁と付近の速攻所、大阪商船へ電報により状況を報告し、 石垣島の地方新聞社は即日で号外を発行した。その後の詳細記事には、ユタが噴火翌日に津波が襲いかかると予言し、噂が石垣島全島に急速に広まり、島民は大混乱に陥ったとされる。高台の小学校に避難し、恐怖のあまり一睡もできなかった人もいれば、ろうそくを求め商店に人々が殺到。 はたまた避難して不在になった家屋に侵入して、窃盗を行う者もいたという。過去に、先島諸島で1771年に発生した大津波で多数の死者を出した背景もあり、こうした騒動に発展した一因と考えられる。噴火して間もなく、噴火場所に近い入表島の海岸や港は、軽石で覆われ、約3ヶ月はこの状態が続き、 船は身動きできなかったという。噴火後、約1ヶ月で、八重山諸島の海岸は軽石で埋め尽くされ、中には大人にから3人が乗っても浮くほどの軽石もあり、一畳分の大きさであったとされる。軽石の送噴出量は体積にして約1、立方キロメートルと推測される。また噴火して、約3週間後。 沖縄諸島各地の海岸にも軽石が打ち上げられ、さらに黒潮と津島海流によって、軽石は日本各地へ運ばれ、噴火約1年後に北海道のレブン島まで漂着した軽石もあった。当時は日本近海における海流方向の詳細は不明であったが、これら軽石の漂流により海流研究における大きな手がかりとなった。 この軽石は二酸化ケイ素の含有率が73%で、流紋岩質の岩石と判明したが、酸化カリウムの量が約1%と非常に少ない。この海底火山の正確な位置は不明で、現在でも海洋調査船を用いて海底調査を行っている。東火山は九州の阿蘇山、桜島からトカラ列島を経て、南端の伊予鳥島までを含む霧島火山体の 南方延長に当たるかは定かでない。しかしその火山体以南の海底に、入り表海底火山以外にも他の海底火山が存在している可能性が高く、それらは琉球海底火山帯と命名されている。日本活火山ラ乱によると、海底の噴火点は北緯24度34分、東計123度56分。 北緯四点五六七度統計百二十三点九三三度、二十四点五六七百二十三点九三三とされている。しかし、東外地は沖縄トラフの大陸斜面に相当し、火山を想定させる地形、地時期以上は認められない。周辺の火山らしき地形として、みんな階級、石垣階級群、西表小級列、西表階級、第二オバマ海級。 1> 第1尾浜海宮、鳩町級列などが存在している。1991年1月23日から1994年末にかけて、西表島北部とその沖合で、群発地震が発生した。1991年2から3月の2ヶ月間に、有感地震が約700回、1992年9から12月の4ヶ月間には、 約1400回も観測され、特に1992年10月の1ヶ月に800回以上も計測された。この群発地震の特徴としては、震源の深さが1 0トル未満とごく浅く、また地震のマグニチュードが最大でも5.2と小さいのが挙げられる。地震発生時に入表島北部の海岸に軽石が幾度も漂着した。マスコミは、 火山性地震なのか、また1924年に噴火した近海の海底火山が再噴火するのではないかと懸念する報道がなされた。その後、この群発地震の原因を調査すべく、研究者らによって、入り表と各地に精密機器を使用した地震観測、さらに地磁気測定や海底調査も行われた。しかしその調査で、 火山性地震と示す証拠は発見されず、また漂着した軽石は、地震前にすでに打ち上げられたものが、潮の満ち引きにより再び漂着したと考えられる。長野県で発生した松代群発地震と同原因の水噴火によるものと思われたが、確証は得られなかった。結局、群発地震の発生原因の詳細は不明である。この群発地震で最大震度5を記録。 その際に、入表島で、石垣が崩壊したが、人的被害は発生しなかった。また、島内の各集落は、津波の襲来に備えて、標高20メートル以上の高台に避難所を設置した。さらに長引く地震により、入表島を含む、八重山諸島への旅行客が激減した。挙句の果てに、入表島から約500キロメートルも離れて、 東軍発地震と無関係であった沖縄本島でも観光客が減少するなどの風評被害をもたらした。しかしその一方で、連日の地震報道により地震対策に関心の薄い沖縄の人々に警戒感を持たせる効果を出したとの意見もある。ありがとうございます。